ボンジュール、フランスの宣伝部長マチルダです。いよいよパリの老舗デパートは全てクリスマスイルミネーションが始まりました。オペラガルニエ座のすぐ近くにあるブランタンとギャラリーラファイエット、この2軒は旅行者なら必ずと言っていいほど訪れる場所ではないでしょうか。でもちょっと待って、適当にこの2軒のデパートのイルミネーションを見に行くのはやめて。実際見てみて順番を間違えるとちょっとがっかりしちゃうかも。そんなわけで先日プランタンのウィンドウの様子は動画にアップしています。今日はギャラリーラファイエットをメインに撮影していますが、ベストなマチルダ流おすすめの見学方法をご紹介します。それでは行ってみましょう。ギャラリーラファイエットは今年130回目のクリスマス、12月31日までこの景色が楽しめます。オープニングの11月14日にはこのウィンドウのクリエイターの挨拶やコンサートが華やかに行われました。まず最初にギャラリーラファイエットのウィンドウを先に見ることを強く強くおすすめします。ウィンドウを一つ見て気に入ったならいくつか見てみましょう。しかしキュンとしなかった場合はそのまま急いで中に入りましょう。去年はめちゃめちゃ可愛かったんだけど、今年はさ、昔見た大晦日の紅白の最後の人が着る衣装みたいなディスプレイで、なんかオリンピックの時に見たものと被るなと思っていたら、この企画をした人が同じクリエイターだったのです。まだオリンピックの余韻が残った感じで、好きな人は好きかもしれません。中に入ったらまずは寄り道しないでまっすぐ上のテラスの階まで行ってパリの夜景を眺めましょう。テラスを降りるとその階にはお土産物やクリスマスグッズが並んでいます。すぐ手が出せるくらいの価格帯でちょっとしたものが揃っています。ちなみに化粧室はこの階にあります。エールフランスのコーナーもありました。さあここからどんどん下に降りていきましょう。定期的に中央のツリーのあたりの照明が輝きます。予約をしておけばグラスウォークというこの道を5分程度歩くことができます。早速ツリーのてっぺんに近づいていきましょう。ツリーを見ながらお茶を飲んだりケーキを食べたりするのも楽しそうですね。あとはごゆっくりお買い物をお楽しみください。
そして最後にプランタンのウィンドウを見学すると満足度が思いっきり高くなると私は思います。ここからはおまけの情報です。デパートの後ろの通りはリトル中華街になっています。日本のような大々的なものではありませんが、中華の飲食店がずらっと並んでいて、そろそろパンが喉を通らなくなってきたとか、軽く済ませたい時にとっても重宝です。日本の中華レストランとはかなり違いがあります。どちらかというと庶民的な感じで、外食の高いパリではこういったお店の存在がとっても助かるんです。寒い時期に温かいものがリーズナブルに食べられて、野菜もたっぷり取れるのでよく利用しています。このお店はこの通りで一番人が入っていて、中国の旅行者の方が店内を埋め尽くしていました。スープの値段を見るとパリの中でも破格に安かったです。今日もまたいつものお店でベトナムサンドを食べたいと思います。サンドイッチだけなら5ユーロ50サンチーム、缶の飲み物をつけると6ユーロ70サンチームです。あったかい、美味しそうですよ。いつも気になる調味料、使い方を学ぶ気はなし。結構ね、ずっしり入ってるし、パンもカリカリだし、食べ応えがあるし、すごい。で、野菜とかがもうアジアティックな味なので、洋食に疲れた時は最高かもしれない。デザートは気になっていたすぐ近くのお店でいただきます。入り口を見ただけでは想像できない。上の階はこじゃれたカフェのスタイルになっていました。通常レストランでこんなにデザートが揃っているところはめったにありません。生のマンゴーとグレープフルーツも生で、であとタピオカ、ココナッツミルク、すごい美味しい。これご視聴いただきありがとうございました。この後はプランタンのウィンドウをゆっくり別動画でご覧になってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアット評価とチャンネル登録ありがとうね。ここつんちゃ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 よろしく。 Thank you.